や、僕の名前はトム。はい、トム。最近僕、彼女ができたんだ。やったろ。名前はジェニファー。あ、といっても女優のジェニファー・ローレンスじゃないよ。それは分かってるよ。最近やっと手をつないだんだ。かわいいわ。出会いはね、Tinder っていうアプリで出会ったんだ。あれはいいよ。今度みんなに紹介するね。おお。いい話だったな。最高だな。ありがとうトム、お幸せに。よし、じゃあ次はトンプソン。頑張って。いや、久しぶりだねみんな。トンプソンだよ、覚えてる？はい、トンプソン。僕はずっと禁酒をしてたんだ。でも、なんかその日は喉が渇いて喉が渇いて、もう必死の思いでソフトドリンクだけでもうと思ってバーに行ってんだ。そしたらキングスコールっていうジジイがよ、俺をぶん殴ってきた。酒は怖えぞだって。それでなんとか酒をやめることに成功したんだ。おお、よかったな。すごいじゃないか。今では大学時代のガールフレンドともうすぐ結婚するんだ。おお、トンプソン、結婚式にはみんなも呼ぼうと思っているからよろしくね。絶対行くよ。トンプソン、いい話だったよ。よし、ありがとうトンプソン。よし、じゃあ一通りもうみんな喋ったかな。じゃあ今日はこれで。おい、おー、フロイド来ないと思ったぞ。おー、フロイドさん、遅れてすまなかった。俺はフロイド。いやあ、フロイド。いや、実はみんなに報告したいことがあって。なんだい？前にハンクに紹介してもらった清掃会社に正式に採用されることになった。おお、よかったな、ハンク。やったじゃないか。それをみんなに知らせたくて、1時間かけて電車に乗ってバスに乗ってここまで来たってわけさ。1時間もよく来てくれた。よく来てくれたよ。いや、おめでとう。おめでとう、フライド。そうだ、フロイド、これから一杯飲みに行かないか。お、僕もお、どうだ、みんなも行かないか。あ、僕はお酒飲めないから。あ、そうだ、フィアンセと約束もあるしね。あ、じゃあそれはそっち優先しろ。ごめんなさい、私たちも友達のホームパーティーに誘われちゃってて。おいおい、本当だよ。それはそっちを楽しんでくれ。じゃあ男3人で飲みに行くか。そうだね。しかしフロイド、君は本当にお酒が強いな。ああ、どうしても不思議なことが一個あるんだが、なんでこんな心優しい男が15年間も無所に入ってたんだ。なあ、教えてくれよ。頼むよ。ゆすり、強盗、ドラッグ、正当防衛だが人を殺しかけたこともある。あの時はああするしかなかったんだ。とにかく生きるために必死だった。悪かったな。いや、いいんだ。トイレ行ってくる。ああ。こいつに出会ってなかったら今頃俺は。なんだ、やけに早かったじゃねえか、ハンク。お前は。よう、久しぶりじゃねえか、フロイド。誰のせいで無所に入ったと思ってる。まあそう言うなよ。俺のおかげでいい思いもたくさんできたはずだぜ。それにまた一緒に仕事やらねえかと思ってんだよ。それに昔と比べて今は役の価格も高騰してんだよ。ガッポガッポだ。うせろ。おお、怖い怖い。そういえばお前仕事決まったんだって。じゃあもう問題起こせないな。
フロイドさんから手を離せ。なんだこのハエは。フロイド、何してる。フロイドさんごめん、まだフロイドさんとバーベキューだって行けてないのに。俺は何も見てない。いやでも俺は酔っ払って何にも覚えてない。なんか文句あるか。とにかく騒ぎになってる。行こう、お前急げ。行こうフロイドさん。バーベキュー、いいこと聞いたぜ。